はい、今日はトンボリ池にやってきました。ちょっと寒いね。ちょっと早めに着いたからな。タリーズでも行くかな。はい、今トンブリッジから帰って苗の2階に来ました。いやー、車でね、2時間ちょいで来れたんで早かったんですけど、もう雨がね、結構降ってきてね、視界が悪かったんでね、かなり注意して運転してました。じゃあ早速、買ったものを紹介しましょう。はい。じゃあまずはね、こちら。ダントツ M サイズですね。ね、どんどん寒くなってきてるから、他のケージにもね、これをつけようと思って。ダントツはいいですよね。電気代がね、めちゃくちゃ安いんで、M サイズ 32W、100W の保温器とね、同じ熱効率なんで、24時間1ヶ月使って437円ですからね。今年の冬もダントツに助けられそうですね。はい、じゃあ次。私が好きな赤い保温器ですね。60W。まあそんな強くないんですけど、ちっちゃいケージのところに使いたいと思います。次がね、こちら。亀屋さんのスペシャルフード。いつもの白いやつじゃなくてね、ちょっとこの黒っぽい。これは目が粗いやつなのかな?この少し黒っぽい色のやつを2つ買ってきました。いやーよかった。今日もね、いつもの15時からの第3部ってやつに参加したんで、いつも3部で行くとこのスペフがね、ないんだけど、今回はね、なんとか買えました。はい。で、次。はい、行きますよ。ビルマホシガメでーす。ええ。綺麗だね。今回はね、安いのから高いのまで結構値段の差があったんですけど、私が行った3部ではもう20万台のビルマ売り切れてましたね。残ってた中でも比較的安めの個体ですね。それでもね、結構いい値段はするんですけど、ちょっとね、ボコつきが若干あるっていうことで少し値段が下げられていた個体ですね。まあそれでも綺麗ですよね。で、今うちにいるビルマちゃんが2匹ともオスなんでね、もしかしたらメスかもしれないっていうね、個体をかなり確認して1時間ぐらいね、悩んでましたね。で、やっとこう、もう閉店間際に買ってきました。いやね、もう疲れてると思うんで、ささっと身体測定だけして休ませましょう。はい、じゃあまず重さ233。はい、じゃあ次、校長。10センチですね。約10センチ。いやー、本当にね、かなり悩んだんですよ。メスっぽいのっていうことでね、亀屋さんとか
あと隣のブースのシャンティさんにちょっと見ていただいて、それっぽいやつをちょっと選んでいただいて買ってきました。元気だね。なんか疲れもなさそう。おお、いい感じ。もう外は真っ暗でね、他のビルマちゃんたちはね寝てるんで、ちょっと比較はできないんですけど、またね後日ゆっくりとお見せしたいと思います。じゃあ今日はこんなところで、それじゃあ皆さん、またねー。